グリーンランド、イルリサットの芸油採取用のかまど芸輸とは、クジラメの動物から採取された油のことである。透過用の燃料油、ろうそく原料、機械用潤滑油、比較用洗剤、マーガリン原料など多様な用途があった。欧米において、過去に行われた捕鯨の重要かつ、最大の目的は、食用としての芸肉確保ではなく、芸肉から取れる芸油の採取であった。 マッコウクジラに代表されるハクジラから採取される。マッコウユと、シロナガスクジラに代表されるヒゲクジラから採取される。流す油に大別される。両者は成分に大きな違いがあり、ハクジラの油は人間には消化できない成分を含む、ため主に工業用途に、後者は食用を含め幅広く利用された。分厚い皮下脂肪層からの採取が中心で、骨や内臓も、 原料となる。他方、筋肉は、脂肪分が、一般に乏しいため、原油原料としては非効率で歓迎されなかった。通常は、原料となる部位を細かくした後に、釜に入れて、煮るなどして加熱するトールデフォーで採右される。小舟時代の捕鯨船で沿用に出るものは、船上で採右ができるように焚き木やレンガを搭載して、出航し、クジラの捕獲後に、 レンガで炉を組み立てていた例がある。炉の使用が終われば、炉を解体し、レンガは投棄していた。近代の捕鯨母船では、ハートマンボイラーやクワナーボイラーに代表される、専用の採油設備が搭載されていた。原油は、多くの時代、地域において、捕鯨の最も重要な目的であった。 例えば国際捕鯨委員会が1971年まで使用していた捕獲枠設定方式であるシロナガスクジラ単位方式がクジラ主ごとの原油生産量を基準に制定されていたことにもその重要性が現れている。19世紀のアメリカ式捕鯨の船員はクジラの大きさを採取できる原油の量で40バレルのクジラというように表現していた。 日本においても1910年代から1950年代にかけて、原油は、キートと並ぶ重要な輸出品で貴重な外価格特弦でもあった。しかし、クジラの資源量の低下とともに生産効率が悪化した上、特に第二次世界大戦後は、石油が廉価かつ大量に供給されるようになったため、伝統的に原油で作られていた加工品に代わり、石油や、 植物性油脂を原料とする代替品が大量に製造されるようになり商品価値が低下した。これは芸油を主目的としていた多くの捕鯨国にとって捕鯨継続の意義を失わせることになった。現在では商業捕鯨がほぼ停止状態にあることもありほとんど存在しない。ありがとうございます。